ューであったりワンワンメニューやってましたけども、非常にですね選手たちの力強さと、あとはすごい心から楽しんでるなっていう印象を受けたんですけども、得点力につながるような指導の方法とか心がけてることなんかあれば教えていただいてよろしいでしょうか。まあ、私今45歳なんですけど、堀森さんおいくつですか。私今年31になりますね。若いですね。いや私も随分40を超えてきておじさんになってしまったので、若い新しいプレーがなかなかわからない部分が多いので、いろんな方から勉強させてもらってるんですけど、特にまあいろんな若者から、まあ、新しいプレー、いいプレーをいっぱい教わって、それを選手に教えてあげたいなと思ってやってます。ぜひ皆さんも今回紹介したメニューを参考にしてみてください。先生ご出身は静岡県。静岡県、はい、バスケットはいつから始めたんですか。バスケットは中学校からですね、はい、あ中学校からミニバスがない、はい、なかったので。あそうなんですね、まあ、静岡なんでほぼみんなサッカーやってるんですけど、あ小学校の丸のかな必修クラブ、週に1回だけあったクラブ活動でバスケットやって楽しかったなっていうのがあって、中学校入ってみんなサッカー野球やる中でバスケットやってみたいなっていうところで。へえ、そうなんですね。ここから高校大学と、高校までやったんですが大学は、はい、の学生して遊んでました、うん、中央大学の文学部史学館日本史学専攻というところで、おー歴史学んでました。歴史好きなんですか。歴史好きでしたね。あの社会の先生になりたいなっていうところで。バスケットのコーチはずっとなりたいと思ってたんですか。そうですね、はいはい、なりたいと思って勉強したいなと思ってたんですけど、この話そっから長いですよ。おこれ昔の話ちょっと おじさんくさいから嫌なんですけど、普通の学生してたんですけど、バスケットで優したいなと思ってたところで、中央大学の大昔ですね、1970年代にインカレを優勝した時の監督さんと出会ったんです、成瀬晃先生っていう方と出会ったんですけど、これはチャンスだと思って手紙書きまして、先生のことで勉強したいと思って、そしたら返事がすぐ来まして、その時たまたま先生が拓殖大学の女子バスケットボール部の監督をされてまして、そこでやってるから、はい、すぐ来なさいと、そこで、返事をいただきまして、行ってみたらもう明日から毎日来なさいとおということで、はい、もうすぐメンバーにチームの陳達紹介していただいて、えっていう状況で、そこからもうお手伝いさせてもらえるっていうか勉強させてもらったんですね。なるほど、っていうところがきっかけなんで、大学生中央ですけども中央のバスケ部じゃなくて拓殖大学の女子部のお手伝いをさせてもらってたというところから始まって、その先生が、はい、あの癌で亡くなってしまったんですね。でちょっとまあそこにいらんなくなったので、まあ、どうしようかなっていうところで筑波大学の笠原先生のバスケ部がこの人何考えてんだろうと、面白いなと思って勉強したいなと思ったので、はいはい、筑波大学の大学院を受験しまして、筑波の方で、今度はこっちは体育学、体育研究科、高知学専攻、歴史から体育の方筑波大学に行って、まあ、今女子見てるのも最初は拓大女子っていうところから始まって縁で行ったんですけど、筑波で笠原先生1年間お世話になって、石山先生って方が埼玉大学から来られて、で筑波の女子を見てたんですけど、はい、その方と拓大時代に関東の2部リーグで一緒にやらせてもらってお世話になってたんで、筑波の女子に来られた時に、はい、じゃ あの一緒にやってくれって言われて、ぜひってことで1年間お手伝いさせてもらったんですね。なるほど。でそこからその時の同級生、大学院同級生が同じ研究室一人いたんですけど、一、はい、人が倉石さんなんですよ。おう早稲田にいらっしゃる倉石修さんの本でめちゃくちゃ勉強してたんですけど、受験に行ってみたら隣にいたんですよで2年間一緒にやらせていただいてっていうところからの縁で埼玉県いろいろ紹介してもらっているんですけど、さらにお願いします。3年前にようやく埼玉県大会優勝したんですけど、その時の決勝点を決めた選手がなんと笠原先生のお孫さんなんです。すごい縁ですね。縁ですね。最初彼女がいるって知ってたんですけど、中3の時に、いやもう恐れ多すぎて声かけてなかったんですけど、ちょっと縁があってうちに来てくれて逆転手術決めて、すごい縁ですよねその話長いのよシーズン2があるかもしれないので、その時にちなみにその時の後輩が恩塚って言うんですけど、学年的には僕が大学にいた時の男子の選手でいました。なるほど。仲良かったん でここ来てからも彼最初千葉の高校に、あ、はい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 、ここで一緒に合宿したりとか、その縁で選手を取っていただいて。なるほど。東京医療保険大学さん、なんとインカレでですね、先日5連覇ですね。5連覇ですね。 OG の選手も活躍、初優勝の時の最優秀選手賞が
翔平の子です。ああ可愛い。こっちおとなしいですね。大丈夫。うるさい、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 うるさい。一応うるさい。一応うるさい。ごっつぁんです。